とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワーシーズン5、いいですね。1周10分ぐらいで終わるんで、めちゃくちゃはかどってます。ということで、今日も5周行ってみます。撮影以外で出ることがね、結構多いんだけどね、まあ撮影中にちょっと出てきてくれることを今日は願う。なんかそういう見せ場をくださいな。いくぞ。倒し方はこのビーストバースト、これでやってます。めちゃくちゃ楽。途中で取るアイテムも最小で済むんで、すごくね、効率的にいけてる気がする。全然ダメ。もう見てわかる、ダメじゃん。崩壊、ああ、まあまあね。まあね。あ、でもこれ貫通が、ああ、いや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 。貫通1だわ。3発に1回だから、ダイナモが切れちゃう。ダメダメ。良くなかった。ラギット、うん、もちろん良くない。いらねえな。これ売りましょうか。黄金はね、いくつあってもいいんでね。これ売っときます。次。2周目、到着でーす。早いね。撮影もこれ1時間ちょっとで終わりそうだ。めちゃくちゃ早い。他のことがね、できるようになっちゃうね。もっとね、検証とかをいろいろやっていきたいところなんですよ。では、2周目。どうだ?いいのが撮影中に出てくれ。うん。いやでもね、こういうね、破壊力が高いボウガンのダイナモをちょっとね、探しちゃいるんだよね。どうだ?お、あ、あダイナモはついてる。けども、貫通がついてないか。殺戮ね、すっげえ強いから、これね、合うと思うんだよね。ダイナモ貫通。で、あと1個はまあまあまあ、フリーで何でもいいとして。ああ、惜しかったね。ははは、いや、いらないな。まあ、さっきと同じく、黄金を貯めていきましょう。3周目いくぞ。3周目。行ってみましょう。これ、いちいち戻らなきゃいけないっていうのがね、それがちょっと、めんどくさいんだよね。で、なんか報告にもあるんだけども、戻ったらいいもののまた1階からスタートになったっていう報告もあるんだよね。うん、俺もね1階あったんだけども、それは残りチャンスが、1階の時に起きたのよ。多分残りチャンス1階の時に戻ると、そういう風な不具合が起きるんじゃないかな。どうでしょう。うん、残りチャンスがね、下に戻ると一回減るんで、多分それで間違いないと思うんですけどね。では、見てみましょう。何が出るかい?どうなの?どうなの?まあ、呪いの斧。いらないね。エンチャー自体は悪くはないんだけどね。でも、武器だったらば、黄金スキルが欲しい。次、ケイブクローラー。クールダウンついてない。サブリューイング。なるほど。なるほど。オーバーチャージつけばこれね、強いのよ。オーバーチャージさえついてれば、とんでもないダメージ出せるんで強いんだけども、まあ持ってるし、いらないな。ケイブクローラーぐらいしときますか。次。では、4周目。いっちゃいましょう。次こそ頼むよ。いくぞ。頼みます。もう、慣れた。慣れたっていうか、ちょっと、周回もきつくなってきた。同じことのずっと繰り返しだからね。これならば、20回ぐらいまで攻略していった方が楽だった気がするけども、まあいいや。
またね、これリセットされれば辛くなくなるから、いけ4周目。まあでも本当にね、今がね厳選するチャンスなのよね。ものすごいチャンスではあると思うんだ。あー、黄金でね火炎フォーカスついてるんだけども、雷のフォーカスがついてない。いやー、いらねえな。真ん中オートクロスは、あー、2つともなんか黄金がいい感じなんだよね。でも火力が低い。こっちもダメだね。まあ、この辺取って打っときましょう。ではラスト、最後なんかいいの来てください。ではラストでーす。頼むよー。あ、ちょっと待って、アーティファクトの場所が俺今回変わっとるな。注意しよう。はい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 、変えちゃダメだな。やっぱいつも通りやらないとちょっと戸惑ってしまってミスるかもしれんね。では行きましょう、ラスト。なんだ、怒りか。まあ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 、1個は持ってるんだけどね。それ以上があればまあまあありかな。どうだ、お、黄金じゃん。え、まあガードストライク虚無、リフレッシュあたりか。どうだ、クリティカル、ああ、まあ2だけどね、2、15% かな、そんぐらいか。トム、ガードストライク、悪くないね。悪くはないぞ。使っていけそう。グリーンメナスはどうだ？ないね。グリーンメナスはダメ。怒りか。まあ、これしかないよね。使っていけそう。悪くないな。ちょっと今持ってるのと比べてみましょうかね。はい、ということで今日はタワー5周やってきました。シーズン4の時よりもだいぶ早く周回ができるようになってますね。まあ修正が来たらそうもいかないんでしょうけど、まあ今のところものすごい周回しやすいので、チャンスです。今のうちに、まあ、自分のね納得いく装備出してみてはいかがでしょうか。なかなか出ないんだけどね。まあ、今日は覆われた怒り出ました。今度使ってみます。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。